ここは長寿の馬の会です。に対する視聴者の反応集。長寿の馬って誰がいる？教えてほしい。いやー、さすがに疲れましたわ。姉ちゃさんは本当にお疲れ様。姉ちゃはお母さんもめちゃくちゃ長生きだったね。長生きには遺伝的な要素も重要そう。浦川美雪は36歳の誕生日に亡くなった。ルドルフと同じ84年クラシック組で桜花賞に出走していたりもする。ウィンド・イン・ハーヘア・バーバもなかなか。御年32歳。ハーヘアママの母方の祖母のハイクレアさんもかなり長生きだったそうで。あと、父方のおじいちゃんがリファールなので双方の祖父母の長生き因子をダブルで受け継いでる可能性がある。ハーヘアママも長寿だもんね。ディープが亡くなっているのは知っていたけど、その母がまだご存命というのは初めて知ったときびっくりした。カブラヤ王。寿命を削ってもおかしくないくらい現役時代は壮絶な走りをしたのに、まさかの31歳まで長生きした。狂気の逃げ馬カブラヤ王は31歳、2003年まで存命だった。寿命削って走った結果、去年31歳っておかしくないか？死神からも逃げ続けただけだぞ。はい、新山。そら新山が出る。新山を超えろ、が競争成績、守護馬成績、寿命の全部対象なのおかしい。セントライト、新山と三冠馬が2台続けて長寿だったものだから、セントライトの三冠達成から今に至るまでずっと三冠馬が誰かは存命という事実。新山は湯に及ばずだけど、時代考えたらセントライトもおかしなことやっとる。セントライトが新山の菊花賞を見届けてくれたおかげで、セントライトから現在に至るまで三冠馬は1頭以上生きていることになる。なお新山の三冠達成は1964年11月15日で、セントライトの没年月日は1965年2月1日である。ルドルフも30と長生きしたのもでかい。とりあえず29歳のイケメン会長発得。この年でこの艶はもうバグだろ。強い馬は体も強いから長生きすると聞いたんだけど、これ本当だろうか？イクノさんもあんな連投してた割には長生きなんだっけね。鉄の女で有名なイクノは32歳没だから、体の強さは関わってきそうね。日本馬以外だと現役時代に G1 を4勝、守護馬としても活躍して35歳まで生きたフォーケナイナーがいる。息子や孫より長生きしてるのがやばい。フォーケナイナーって血統表で見るやつだ。長生きすげえ。リファール。現役もそこそこで繁殖も大成功、その上36歳まで生きるという長寿馬の完成形や。リファールが36歳まで生きてるの本当おかしい。父のオザンダンサーが29歳、母父コートマーシャル、イギリスの56、57年リーディングサイヤー、も32歳まで生きてるから長生き自体は納得だけど。92世代のご長寿ステークスでは競泳ボーガンさんが素晴らしい成績を残したね。年を越した決死の逃げはあっぱれだったよ。ハルーララバーちゃん27歳か。これはこれでよう生きてるもんやで。まだ出てないのだとエイシンサニー。ルビー、イクノの同期のオークスバでオグリラストランの有馬記念にも出走。20歳で繁殖を引退した後は悠々自適の功労馬生活を送って34歳で亡くなった。プレストシンボリは去年10月に亡くなってしまったね。あの伝説の98年毎日王冠の4着馬。地味にすごいと思うのは朝日エンペラー。一時期既得に陥った新山に血をたくさんあげて回復させたことがある上、本人も35歳まで長生きした馬。多分日本一なら大な石と。今年の5月末で亡くなったけど39歳まで生きてた。ノーザンテイスト3区。やっぱ血統的要因は大きいか。オグリ世代の三冠は、全員割と長生き。八重の29歳。千代の王27歳。クリーク25歳。全員30代まで生きた93世代という特異点を除けば、単冠トリオとしては一番の長生き世代じゃないかな。チケゾウ33歳で、林出大臣が30歳だったっけ。なんかもっと元気してた気がしてたけど、思ってたより近かったんだな。石野サンデーは皐月賞馬として最高齢かつサンデー四天王最後の生き残りだから元気に長生きしてほしい。馬主さんが一目見て、なんと綺麗な馬だろう、サンデーサイレンスはこんなに綺麗な馬を出すのか、ってほぼ一目惚れの形で購入した馬だからな。そして C さんの初 G1。フラワーパークも長生きしてるね。存命中だったの今知った。フラワーパークってあの CM の馬だよね。まだ生きてたの知らなかった。新婚ウィンディーも大往生と言ってもいいほど長生きだったね。
30歳とは大往生だな。ウィンディはまさに縁の下の力持ちです。あと5年、できれば30歳までは生きてほしいですね。本当に30ちょうどでいっちまうなんてな。新山さんばかり話題になってますが、私のことも忘れないでください。マイネルダビテ？マイネルダビテだっけ？マキオさんが好きな。岡田マキオさんの最初の所有馬マイネルダビテ。オグリキャップとも走ったことがある馬で、36歳まで生きた。岡田スタッドの救世主だな。ダビテ君はマキオさんの相談相手だったみたいね。87クラシック世代最後の生き残り。デアリングタクトとダビテどっちが思い入れある？と聞かれて、圧倒的にダビテ、と言われる程度には代表の脳を焼いてる馬。当時逮捕はまだ弥生商馬ですらなかったから、ダビテと逮捕どっちか聞いたら面白そう。ダビテは命を繋いでくれた馬、逮捕は長年の夢を叶えた馬だからこうおつつけがたいと思う。マイネルなのにマキオさんの馬なのか。もしかしてこの馬がそもそも最古のマイネルなのか。マキオさんが初めて買った馬だから多分そう。ダビテ君マキオオーナーにしてみたら親友だし守り神だし救世主だしで、そりゃ思い入れも強いよな。マイネルダビテは、もともとマイネルダビデにするはずだったけど、占い師に濁点3つ続くのは縁起が悪いと言われてマイネルダビテになったというエピソードが好き。その占いに効果があったかどうかは別として、実際にめちゃくちゃ長生きしてるのがすげえなと思ってる。